頭にキツネついてんだよこっちは。皆さん、突然ですがティーンズ雑誌の美少女モデルになりたいと思いませんか？私はなりたい。私みたいなおじさんでも美少女モデルとして活躍したい。そんな私のようなおじさんのためにあるのがこちら、モデルデビューニコラでございます。こんなね、すごいですねこの表紙モデルデビュー、モデルデビューって書いてますね。まあニコラという、雑誌がありまして、そこと、まあ、コラボレーションしているゲームなんですかね。はい、このモデルデビューニコラ、こちらをね今回から、やっていって、私もね、一流モデルになれるよう頑張りたいと思います。新人モデルとしてデビューしたあなた、早速着替えてプロダクションに向かいましょう。これ実写、これこれ CG、 これ CG、 びっくりした。メイクして、これね、どれがいいかね、自分の顔を選ぶわけね。なんかね、こういうの方がモテるんじゃないかみたいになるけどね、やっぱりもうモデルですから、私強気な目でいきたいね。これかな、これが強気な目な気がする。口ね、フェイス完了フェイス完了ってなんだか分かんない。もう強気よ、この子も本当に、ほら強いよ、もう何があるか分かんないんですけど、言うよこの子。いっぱいあんね髪型。いいね。いやもうめちゃめちゃあのロングでしょ、やっぱり強気だから。ショムニのエスミマキコみたいな強気さよノーバディゴーエニーエニーワンだからね、ギアをバックに入れて駐車するんかーいっていうね気をつけてねーっていうやつギアをバックに入れてさ、これ強気。このねえ、斜めのこう、何ですかこれ、何ですかって何ですか。後ろ髪も変えれちゃう。なるほどね、これ後ろ髪、なんかこれはちょっとあれだね、後ろ髪をさ、逆に後ろ髪だけこうアレンジすることもできるけど、これ、もう見上げすごいなっていうね。これ、尾崎清彦か、言うぐらい。もみ上げ長い状態にしちゃう、逆にね。これはでも強気ですよね。これが個性ですから、やっぱ私の。これでしょうかな、もう、もみ上げだけ異様に長い。これ個性でしょ、これ。もうアニメキャラみたいな個性よ、これ。これでいこう、もう。もう自分を持ってっから。あっちし自分持ってっから。これもだいぶすごいよ、ほら。いいね、これ。これいいじゃん。もう、これぐらい、これでしょ、こう。もう、こうかっこいい、かっこいい、ほら。もう、すごい、これもう。過去にもう最愛の姉の恋人に殺されたところを見たショックでこうなるんだね。これユミシロエニシでしたね、クロニケンジ。これもう地毛だから、これスペシャルって何。こう選べるわけね。なるほどね。すごいね。じゃあこれ、ここいいじゃん、この辺いいじゃん、この辺光ってるよ、ほらすごい、ほらユニコーンみたいユニコーンみたいな色になった。すごいねこれ、毛先だけさ蛍光の青で、実体がピンク紫ぐらいの感じかな。これいいよ、これ。ヘア完了、オッケーヘア完了。はい、かっけえなこいつ。
なんだいきなりこう一画面で全部説明しやがってよ。なになになに、検索でアイテムを見つける。おうおうおう、シャツを使った、シャツアイテムのキーワード入れると。ここ雑誌の子供雑誌の使ったんだね、これアイテムが表示される。検索しろってことね、服をね。はいはい、オッケーオッケー、進む。おー、これなんか言われてないよね別に。あ、ここインナーか、インナーね、やっぱ強気。あー、これに、こういうのに強気だね。あー、これいいじゃん、これこれめっちゃいいじゃん。これでまた選べるね。まあこれじゃないかな。これでもないな、さっきのかな。これだね、こいつの髪色考えたら。トップス、おいいじゃん、これパワー、パワーをやっぱ出してった方がいいかもね。うん、これでいいや、これでいいじゃん、ほらこいつパワーいいよ。お、セーブしてます。ポートレートの作成は過去の仕事の確認の、ポートレートの、まあ、なんかよくわかんない。弥生、あら、あなたが今日からうちの新人モデルね。ちょうどうちの市場にいいよ、先輩がいるから彼に教えてもらうといいわ。はあ、うわぁ、君すっごく可愛いね。はじめまして、僕の名前は森田スバル、スバルって呼んでね。君の名字を教えて。名字ね、加藤です。ちょっと加藤じゃない、加藤。これはあれ、ひらがなでいいな。次は君の名前を教えて。ちっちゃい、ちっちゃいやつだ。小文字？この後に小文字？あ、いける。はい。はい、ですよ。りょうちゃんか。君にぴったりな名前だね。それじゃあ次はプロモーション用の写真、ポートレートを作ろう。はい。あ、ポーズ。ポーズね。強気な、強気なポーズじゃない。頭にキツネついてんだよこっちはっていう、いいねこのポーズ。まあいいね、これにしようか。うわ、頭にキツネついてんだぞこっちはっていうね、このポーズ、表情もね選ぼう。ついてんぞこっちはな。変えるんかい、変えるんかいポーズ、君、君変えるんかいポーズ。おい、症状からポーズから決めたやつから変えるんかい君。めっちゃ取るな、しかもそれ以外を。え、いやこれ、私はさ、これで行くっつったのよ。なんでこう全然関係ないの取ってんのよ。これでいい、これでいい。もう全部1枚で説明するのしようとするのやめてんね、ちゃんとなんかあるから。え、なになになに、色を選んで写真や記事やポートレート作っちゃおう。はいはいはい、いろいろ入れるのね。はいはいはい、モデル、モデルはね、これぐらい、これぐらい入ってる感じがいいんじゃない。回転、サイズ、あ、サイズか、サイズめっちゃ大きくしよう。やっぱ うちのやつだから。サイズ、これでいいんじゃない。うん、オーラ、オーラ入れれんの。おお、すげえすげえすげえ、オーラ入れれんじゃん。よし、どうだ、お、ファン増えたぞ。
萌えちん、この声すごく好きです。ジュリーン、のあちゃんえ、それはレイコじゃなくてかん、こち亀のこち亀のレイコみたいなのいるよ、急にりょうちゃんね、マノ、ま、の何でも聞こなせるあなたを尊敬話しかけなかったかな。シマリのセンスいいねシマリの落ち着いてんね、はいはい、大ちゃん、うん、素敵な写真が撮れたね。あ、撮れたね、あの、ほら、完成したんだ。いいポートレートね。ポートレートはね、1ヶ月に10枚まで作られるわよ。月換算だからね、家賃と家賃の引き落とし時期って覚えてね。それじゃあ早速仕事について、あ、それじゃあ初めての仕事頑張ってね。さっきのなんか何だったんだろうね、なんでファンが増えたのか分かんないね。他はね、なんか一番人気のファッション誌ニコラの出版社よ。どう？写真よ、ほぼ。どう？なんか素材サイトみたいになっちゃってるけども、ここがニコラの出版社よ。みんな机きれいでしょ？仕事してないのよ、みんな。りょうちゃんにはまず雑誌の仕事してもらうよ。ね。パチッ。あら、あなたは？あ、うちのプロダクションに入った新人モデルのりょうです。よろしくお願いします。ね。ほら、あんたも頭下げなさい。ね。私はニコラの編集長のスミレよ。これから3年間よろしくね。3年後にはあなたはいなくなるわ。3年の寿命よ。りょうちゃん、あなたすっごく可愛いから、きっとすぐに人気出るわよ。ね、3年のい楽しむといいわ、うん。出版社でのお仕事はスミレさんに。あ、違うわ。出版社のお仕事はスミレさんに教えてもらってんね、編集長なので。それではファッションページの記事を、作ってもらうのがあなたたちの仕事ね、うん。最初の記事はコーデから始めましょう。よし、そうしよう。え？メニュー。あ、コーデ。お仕事コーデの記事編集よ。シャツを使ったスイートなコーデお願いね。テーマに合ったやつね。シャツだから。シャツ。